絶対にやってはいけない。フリーアナウンサーの田中みな実さんがバラエティ番組「ぽかぽか」に出演し、同業のフリーアナウンサーの行動に対してクレーンを放ち、波紋を広げています。マックを務めるフリーアナウンサーの神田愛花から、第2の田中みな実を目指す若者が多い現状について意見を求められた田中は、そうなんですか？そんなの見たことないですよ。私は私なので、私になれるとは思っていません。と、まずは敬語で答えた。理由としては、同じことをやろうとすると、それ以上にはなれない。だから、あまり高いところを目指さない方がいいと思うんです。しかし、神田から、フリーランスになってから、自分の振る舞いが悪いと思うことはありますか？と問われると、田中は、ないですね。という神田の問いかけに、田中は、苦手というわけではないのですが、もっとうまくやれるんじゃないかと思うことはあります。と、本音を打ち明けた。ここで、話は、さらに盛り上がった。そう感じたポイントを聞かれた田中は、基本的に前の局や前の会社の話はしない方がいい、とストレートに指摘した。それをやってしまうと、暴露を止められなくなる。さらに、年収を言えば、その場にいるアナウンサー全員の年収が分かってしまう。それは絶対にやってはいけないことだと思います。視聴者の多くは田中の意見に共感したようだが、ネット上では、もしかして、あのアナウンサーのことかな？田中の意見には多くの視聴者が共感したようだが、同時にネット上では疑問の声が上がっていた。多くの視聴者が思い浮かべたのは、3月末でテレビ東京を退社した森且嗣のことだったようだ。番組で黒毛和牛を、プレゼントすることが発表された時、お肉は大好きです。でも、テレ東の給料では黒毛和牛を手に入れるのは難しかった、と、いきなり古巣の給料事情をネタにして笑いを誘っていた。番組の収録は、彼がテレ東を退社した翌日に行われたため、共演者たちは、うわありのままを言ってるんだね。とリアクションに窮していたそうです。田中がどのフリーアナウンサーを指していたのかは不明である。しかし、心当たりのあるフリーアナウンサーは、田中の金言を肝に銘じるべきかもしれない。チャンネル登録すると、最新の動画が届きます。